てますから。2曲目もいいですか。バレてない、バレてない、バレてない。新人バンドです。名前が変わって2代目です。はい。多分なんで変わったかわかんない方多いと思うんですけど。あとペイちゃんが入ってくれるかな。まもなく、まもなく。マニピュレーターで、マニピュレーターでペイちゃん入ってくるね。じゃあどんどん行くか。はい。何をしますか。入れ替えるだけ。わかりました。入れ替えるってことは、入れ替えるってことは、はいはい、じゃあちょっと新曲やってみっかね。やってみっかね。慣れ果てひん。
私は結構病んでいてって言うじゃないですね、体が痛くてなかなか歌えなくて、で1年経って、約束で対話もしてくださるということになってて、ですごく嬉しいです、ありがとうございます。すごいたけちゃんの CD いっぱい聴かせていただいて、すごいいい曲を書く方なので、自分たちの曲を披露していいもんかわかんないんですけど、でも頑張ってサンファーローザでやってきたので、これからもよろしくお願いします。楽しいですか。じゃあ、曲の紹介。あ、はい、チャーさんはなかなかですね、ゆっくりした曲を書かないので、うちはソングライティングをする人が1人、2人といますので、それでナッチョにですね、次ナッチョの曲ね、お願いしまして、ゆっくりの曲を書いていただきました。はい、ナッチョのバラード、ナッチョのバラード別名、別名ナッチョのバラードです。もう曲だけですから、曲だけはい、Thank you.
白川くん酔っ払ってんな。これも解き放たれながらもめんどくせえかった俺解き放たれしもいくよ。トゥーランドット。